こんにちは、おさゆです。今回は大阪梅田のおすすめグルメを5つ、女性のお一人様にもおすすめなお店ばかりです。女子会やデートなどにも使えるお店でもあるので、ぜひ最後までご覧ください。まず最初にご紹介するのは、 JR 北新地駅の方に続く地下街ディアモールにあるムジベジプラスカフェディアモール大阪店。阪急3番街にも店舗がある体に優しいヘルシーな定食屋さんです。営業は10時からですが、ランチは11時からです。この日は日曜日、ランチ前から混雑はしませんが、続々と席は埋まり、12時を回る頃には満席です。モバイルオーダーどんどん増えてきてますよね。メニューはこんな感じです。ドリンクはセットにするとなんと300円以下。カフェメニューもすごく充実しています。おろしタツタと豆腐ハンバーグにしました。ご飯の量を選ぶことができます。美味しそう。ボリューミーでびっくりしますが、一つ一つがそこまで重たくないので最後まで美味しく食べれます。ご飯は16穀米、嬉しすぎる。なかなか食べる機会のない野菜せいろもついてきます。嬉しすぎる。豆腐ハンバーグも軽くてあっさりですごく美味しいです。チキンタツタが重いかなと心配でしたが、大根おろしがあっさり、チキンタツタ自体もすごく美味しかったので、この一品がこの定食の満足感をぐんと上げてくれました。続いては阪急百貨店12階のレストラン街へ。2店目はこちら、山根屋生パスタ研究所。料金はやや高めですが、美味しい生パスタをサクッと楽しめます。店内は狭めですが、半分がカウンターなのでお一人様も多く、テーブルも大きめ、広く使えるのがありがたいです。生パスタは単品で1320円から2020円の価格帯。単品でこのお値段はちょっと高めですよね。ランチセットもあり、サラダとフォカッチャ付きはプラス370円、サラダとフォカッチャとドリンク付きはプラス540円、デザートとドリンク付きはプラス650円です。食べたいパスタが1500円超えだったので単品で注文。ナスが丸ごと乗ったナスマルゲリータ、ナス好きには夢のような光景です。大盛りにはしていませんが十分にボリューミー。ゴロゴロしたトマトに大きく立派なバジル、少し高めの価格設定に納得です。
なかなか食べる機会のない生パスタ。文句なし、もちもちの理想の生パスタです。個人的にこのマルゲリータはちょっと旨味が弱かったですが、また別の味を食べに来ようと思えるくらい生パスタが最高でした。続いては四ツ橋線西梅田駅の方向。10番出口を上がります。階段を上がり、そのまままっすぐ進み、一つ目の細い道を右に曲がります。曲がるとすぐに見えてくる建物の地下に入っている和食ランチのお店、ご飯屋一心。この日は日曜日、開店時間に到着して一巡目で入れました。少し高級感のある雰囲気でデートにもおすすめです。カウンター席に案内してもらえたので居心地よく過ごせました。お客様ご案内します。日替わりランチが曜日ごとに変わるのが特徴。日替わりランチ以外も魅力的なメニューが多いですが、日曜日のランチ、豚ロースのミルフィーユカツにしました。小鉢にお漬物、お味噌汁におひつご飯、完璧な和食ランチです。京都にも店舗があるので何度も訪れていますが、いつも安心安定の美味しさで絶対的な信頼を置いています。京都店は平日でも開店前からすごい行列なので、日曜の開店時間に到着してすぐ入れたのは衝撃でした。だいぶ穴場かもしれません。続いてはルクアへ。10階のルクアダイニングへ向かいます。平日でも行列ができるルクアですが、美味しいのに平日はかなり空いている四川料理店、チン麻婆豆腐ルクアイーレ大阪店。本格的な麻婆豆腐が人気のお店です。空いていることもあり、一人でもかなり行きやすい雰囲気です。カウンター席なのにテーブルが広くて嬉しい。これを目当てにやってきた麻婆豆腐にします。杏仁豆腐もついてきたことと、麻婆豆腐のたっぷりさに驚きました。見るからに辛そう。初めてのお店の麻婆豆腐、ビビりますよね。手助けしてくれたスープ、そんなに好物ではないザーサイ、杏仁豆腐も全部ちょうどいい味付けで美味しかったです。問題の麻婆豆腐ですが、辛いもの得意ではないけど辛いもの好きな個人的な意見としては、ちょっと頑張って食べないといけない辛さやけど、本格的で美味しい麻婆豆腐でした。激辛好きな人も納得できるくらいの辛さかと思います。久しぶりにちょっと挑戦的な麻婆豆腐でした。また行きたい。最後はたこ焼き、大丸の地下2階です。大阪のたこ焼き有名店の一つ、道頓堀くくる、大好きですごくおすすめなんですが、こちらではサクッとイートインができます。6席しかなく人通りも多いお店なので、女性1人はちょっとハードルが高いかもしれませんが、せっかく来たし大阪の美味しいたこ焼き食べたいなお一人様もよく見かけるので、気にならない方はぜひ。この日は日曜の14時20分並びました。シンプルなたこ焼き S サイズ6個、
ククルのたこ焼きはカリッと要素はなくふわとろです。食べたことない人におすすめしたら 100% 喜んでくれます。この日はすぐ食事の予定があったので少なめですが、何個でもいけちゃう美味しさです。タコも肉厚で大きく冷めても美味しいので、時間がない方はテイクアウトでぜひ。梅田でのお店選びの参考になれば嬉しいです。この動画が良かったよと思ってもらえたら、コメントや高評価、チャンネル登録していただけると嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございました。